皆さんこんにちは、伊藤美優です。今回は前回の動画の前日動画でちょっと緊張する日、この Vlog を1日ご覧いただきたいと思います。7月から毎月京都には行ってるんだけど、その時はね、全然こう電車がどこにあるか路線がわからなくって10分以上迷子だったの。近鉄線どこにあるのみたいな、奈良行った時に乗ってあったけどどこにあんのみたいな感じでね、ほんとこの日だけは迷子だった。しかもさ、キャリーケース持ってるとさ、動きも鈍くなっちゃうじゃない。やっと見つけた近鉄、ここに行きたかったの私は。この日はなんで緊張してたかというと、玉の光さんの TikTok 動画の撮影日だったの。今はね、インスタグラムにも載っけているので皆さんも見てくれてると思うんだけど、糸美はまた新しいことにチャレンジしてました。でね、私張り切りすぎてたと思うんだけど、1時間早く着いちゃってたの。まさかの1時間前行動なので、ゆっくり朝食を食べることができました。実はその前にもおにぎり食べたんだけど、1時間あるんだったらもうちょっと食べちゃおうと思って元気づけでサンドイッチを食べました。ここのマスターがとっても気さくで、見てよ、バイオリンがある喫茶店なんてなかなかないよ。腹ごしらえもできて、無事みんなと集合することができました。この日初めて玉の光さんに行ったんだけど、こんなに大きなね、書体で看板があってびっくりしました。今回玉の光さんの動画を一緒に作ってくれる映像スタッフの方々なんだけど、私コロナ禍からね、動画見てた方だったの。そんな方々と一緒にお仕事ができるっていうので、めちゃくちゃワクワクしてたし、緊張してたのね。でもね、スムーズ、身を委ねて大丈夫って感じ。酒蔵の中での撮影が終わったので、お昼ご飯やまびこさんに行きました。ここは玉の光さんから徒歩5分ぐらいのところにあったかな。この梅干しのね、うどんがめちゃくちゃ美味しかったよ。初めて現場で触るから、どうやるかわかんない。どうも、いとみゆです。やっと休憩時間になりました。といっても1時間なんですけれども、これからちょっと周りの酒蔵さんが、一応ね、周りの酒蔵さんに行けるかなと思って、ちょっと外に繰り出してみようかと思って外に行ってます。で、無事に動画撮り終わりまして、終わってないのかな、まだ半分は残ってるんですけど、酒蔵で撮るものは終わったんで、ちょっと気が楽になりました。どんな感じの撮影なのかなと思ってたんですけど、本当に下準備ができていらっしゃる。本当にやりやすい、ね、なんか私もいろいろと役に立てるようにこれから頑張ろうかと思いました。道を歩いてると見つけちゃいました、トミオ。私ね、ここ来たことあるの。前に愉快な仲間たちと一緒に行ったんだけど、まあバスとバスの間だったからめちゃめちゃ世話しなくやってたんだけど、ここ覚えてる、懐かしすぎたよ。手から来たのね。この景色覚えてる。バス乗んなきゃいけなかったからめちゃくちゃ急いでた気がする。向こうで買ったお酒をホテルの冷蔵庫に忘れてってしまって飲めなかったっていう思い出がある。ホテルで買って忘れたお酒はこのお酒、量り売りのお酒なの。外にね、タンクはあるけど、中までパイプがつながってて、店内から蛇口をひねって直汲みしてくれました。その時に祝い米も買った記憶があるんだよね。懐かしい、富雄。今あのカメラつけちゃってるので地図が全くわかりません。なので道行くままに円達を目指して行こうかなと思ってます。で、今回玉の光さんの動画を手伝わせていただいてるんですけど、こう新人社員っぽく撮りたいっていうので撮らせてもらいました。まあなんかもうこういう爪とかね、これアクセサリーとかしてる時点でふざけてやろうみたいな感じで最初は映ってしまっておりますが、ご安心ください。冬の動画の時にはまた変わるかと思います。道行くままにとか言いつつね、地図見ないと全然わかんない、酒蔵に行きつけないっていうね。でここはあの伏見酒造組合のたまたま見つけたのでちょっと撮りました。竹継ぎはこういうところもワクワクするよね。ちょっと坊主では帰れないんで、ちょっと酒飲めるところを目指して歩いていこうと思います。来ました、3回目かな私来るの。その日本地点でも取り扱っている藤岡酒造です。中で一杯引っ掛けようかと思います。あー、いつも来ても可愛いって思う、ここ
酒蔵バー園では藤岡酒造のお酒が飲める角打ちやお酒が買えるところです。ここでしか飲めない送風など1杯600円から堪能できます。私は飲み比べセットを注文しました。こちらの特別純米酒が結構しっかりタイプの送風を作ろうというコンセプトで作ってまして、生原酒というお水一切加えてない絞ったそのままのお酒になるので、ちょっと度数が高めにも作ってますね、はい、17.7 度ぐらいあります。2つ目のお酒が同じおまじのお酒なんですが、折り絡みという白い濁りのタイプのお酒です。同じタンクで作ってまして、お米の成分がタンクの下の方に沈殿した折り絡みの濁りの部分だけ瓶詰めしたものと、同じタンクの上澄みな透明な部分との違いですね、はい、折り絡みもあの度数高めなんですけど、よりお米の旨味もしっかりと感じていただけます。全てのお酒に透明な清酒と折り絡みと2種類できるんですけど、折り絡みの方が作れる量が少なくて1割ぐらいの少ない量しか取れないので、あんまり蔵以外で出してないというちょっと貴重なお酒になります。最後の3つ目はお米は山田錦という一番有名な酒米で作っております。こちらは送風の初年度から作っている一番定番の味でして、送風らしい綺麗な飲み口が特徴です。山田錦のお米は兵庫県のお米で、よかわという一番いい産地の徳江地区のお米もいただいてまして、 55% の磨きのものですね、はい、3種類あのご自由に飲んでもらって大丈夫なんですけど、一番やっぱり右の山田錦が一番すっきりしてるので、最初に飲んでもらった方が味が分かりやすいかなと思います、ね、右から飲んだ方がいいそうですね。あと2種類はどちらでも大丈夫です。はい、でも水も飲みながら好きな順番でお楽しみください。ありがとうございます。どうぞ。お昼ご飯後にお散歩したし、ちょっと小腹も減ってきたので、酒蔵おすすめお豆さんずを注文しました。なんといってもね、ガラス越しに仕込みタンクが眺められるのがいいんですよ。実は私、ここに来るの、多分一人も入れたら4回目です。旅先では私、一人時間ってなかなかなくって、まあ仕事で行ってたりとか、取材で行ってたりとか、まあ様々なんだけど、あんまり一人で飲みに行くってことがないので、結構前泊とかしてどこか行ったりとか、まだ玉の光さんのこのお仕事だと結構10時間があったりするので、ふらーっと行ける時には行ったりしてます。頑張った後のさ、お酒ってうまいよね。唯一、まだ後半の撮影残ってたんだけど、ガソリンを入れないと私は頑張れません。むしろね、アルコール入れてる方が流暢だし、頭の回転良くなる気がするんだよね。みんなどうです？今回の玉の光さんの動画の仕事は12月まで続くのね。だから毎月毎月京都に行けてるんだけど、今がもう10月だからあと3回しか行けないんですよ。この3回のうちに爪痕残さないといけないんで、もうちょっと頑張らなきゃななんて最近思ってます。前はバターレーズンとかも頼んだことがあるんだけど、今回はお豆を食べたのね。でお豆は3種類あったうちの1個、塩豆がね特に好きだった。塩味欲しくなるんだよね。この塩味があるだけでお酒何杯でも飲めちゃう。店員さんが丁寧にお酒の種類とかもこうご紹介してくれるから、その通りにこう味わいが楽しめるって楽しいなって思う。お酒の表現の幅って自分の経験値だとは思うんだけど、誰からか教えてもらった言葉っていうのが引き出しになってるなって常々私感じてる。酒と豆に癒された時間でした。私結構一人の時間の時とかってボケーっとしちゃうのね。だからそろそろ戻らなきゃいけない時間だってなって一気に飲んでた。ご安心ください。ちゃんと倍量の水は飲んでます。私ビールでクーってなることないんだけど、日本酒でクーって今なってたね。酒蔵バー園は平日の方が空いてるかな。土日だとなかなか小上がりのところが空いてなかったりするので、平日が狙いです。多分滞在時間30分くらいだったのかな。飲み干して食べ尽くした時間でした。ごちそうさまでした。また来ます。これぐらいこう出てた方が血色がいい気がするの私だけかな。夕方からは京都駅に移動して純米酒粕玉の光さんで撮影をしました。みんなビールの動画で見たことある風景が出てきたでしょう。ただで今回の Vlog はここで終了です。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひグッドボタンやチャンネル登録コメントも嬉しいです。ぜひ一つ前に載せている Vlog と合わせて今回の動画もご覧ください。この後も玉の光の動画私頑張ります。